これですよね。こっちちょっとダークだな、こっちちょっと明るいな、どっちなんだい。試し引き。はい、こちらお茶の水ですけれども、はい、今日も回っていきましょう。お名前は、和食系ギタリストのカブです。よろしくお願いします。一緒に行きましょうね。これですよ、ファイネストギターズさん。これ石橋楽器さんなんですけど、もうゴリゴリのねギターがこちらにはあるところなんで、ちょっと楽しみにしてますけど、まあね、何回も来てますけどね。ディスプレイからいかついですよね、このすごいですね、これ何ですか、これ3ピックアップなんだけど、まあ普通のね、カバードだったらまあ普通なんですけど、カバーがこう外されてるんだ、誰かモデルかなこれね。なんて書いてます、誰でしょうね。わかんないねこれ地味、懐かしのジミーページモデルですね。あ、いや、いいっすね。こんな高鳴ってんのこんな高鳴ってるんすか、すごいな。お邪魔しますね、消毒しまして、はい、この辺から行きますよ、この辺から行きますからね。テクノシね、これアメリカンなこのお店ですよ。パーツもね、こう置いてある、ね、クルーソのこれ、当時の60年のこう2コブの、わかりますこれ、ペグだけで7万しますからね、すごいですね。でそしてこちら50年代のここにありますからね、なくされた方、綺麗すぎないこれ。綺麗すぎません、すごいな、シュリンクしたりね、一切ないですね、うん、縮んだりするんですけど、この樹脂が、これもなんか昔のパーツなのかな、ユーズド、どうなんでしょうね、貴重なパーツなのかな、すごいっすよ、いろいろ。これザックワイルドですよね、なんで売っちゃったんだろう。タン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 ってね、もうビール大好きですからザックワイルドさん、ね、これかっこいい、彼はやっぱりそういうセンスありますよね、こう、うん、ワイルドのロックを体現するセンスが、うん、ファッションもそうだし、うんうんうん、かっこいい、ね、昔は本当にダサ男というか、うんうん、イケメンでしたけど、今もうなんていうか、あのバイキングのようないでたちにね、なってます。はい、家田、はい、大輔さん、ヴィンテージ楽器を貯金、はい、金言いただきました、間違いないはい、ね、こうやっていろんなギブソンとかね、そのあたりが中心になりますけれども、もうみんなが欲しいあれやこれやがありますね。もうこれはトニー・アイオミ大先生のモデルですね。はい、ね、このアーム憧れますよね、サイドウェイね、どう動かせばアームが動くのかとかね、不思議ですね、形が多分ね、普通のあのね、 いわゆるこういう形の動かし方じゃないわけですよ、サイドウェイなんでね、これがあったりもずらっと並んでますね。この辺渋くないですか、これね、1976年のいいですね、デカヘッドのスタンダードです、うん、これメープルネックなんじゃないですか、これうん、まああんまりね、こう人気のある時代ではないので、まだまだこの価格でいける、全然お手頃です ね。でもね、生まれ年がこの辺だっていう方結構いらっしゃるわけですよ、1976年生まれだと、バースイヤー探すとこの辺になるんですよね、ちょっと重いなみたいなちょっと年齢的にもちょっと来たけど、俺の生まれ年ここかみたいなちょっと重いなっていうのあるあるですね、
僕もね82年なんですけどね、ギリ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 ここの辺の仕様から脱出したところら辺なんです。はい、これは75年の、こっちはデラックスなんでね、スタンダードじゃなくてデラックスっていうことで、ちょっとお値段も本当に倍ぐらいに全然違いますね、なるっすね、うん、これ同じような仕様でもデラックスはこの時期がね、この時期こそっていう感じがするんで、まだまだ人気があるという感じなんでしょうかね。はい、めちゃくちゃ揃ってますね、この辺が70年代ギブソン揃ってますね。ねえ、ブラックのデラックスもあります。でさらにチェリーのねデラックス、どうしたんでしょうこの辺このデラックスこんだけ揃ってる、揃ってますね、こんだけこの時期のデラックス選べるってことないですからね、これは贅沢ですねピンポイント、この感じどうでしょう皆さん、色の具合がいいですよ ね、 ね、この感触具合というか、この年代のねチェリーあ、83年、この V、 これほら、これ何ですかこれこれは何アームですかこれいかついですね、今もう見ないアームがついてますけどね、ほら、いっぱいギブソン、まあ、V もこんなにあることなかなかねないですよ、揃ってますね、揃ってますね、うん、ユーズド、はい、すいません、あのいっぱい拭いていただいてありがとうございますありがとうございます、綺麗にされてます素晴らしいです、ね、このブルーのレスポールマーフィーラボがねいいんですよ、ね、こういう風にねこうクラック、ちょっとねゴールドなんでちょっと見えにくいですけど、あっちにねサンバーストいっぱいあるんでね、はあ、SG も選び放題ですね、この辺これヴィンテージじゃないですからね、この風格がね、その日から味わえるという感じで、ね、マーフィラブ各年代いろんな仕様パターンがあります。これは68年、 ES335、ね、これはいやいいっすね、うん、めちゃくちゃいいっすね、ここもねやっぱりどん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 、まあ、じんわりじんわりですけどもお値段上がってきてまして、ね、どちらかというとこう60年代後半ちょっと柔らかいこうブランコになってね、はいはい、ナイロンサドルになってちょっとこう柔らかい感じ、ネックも細めのナローネックなんて、若干ねちょっとこう60年代初頭 の、 このパキッとブルースロックですよっていうところからちょっとね柔らかいポップス仕様になった感じがいいですね、はい、ね、ここら辺はマーフィーラボのね、マーフィーラボすごいですね、マーフィーラボはこれだけかね、他はマーフィーじゃなかったけど335シリーズですね、はい、こう70年代のね335も嫌いじゃないです、全然これね、なんかちょっとねボワッとする割と丸っこい音がするイメージなんですけど、なんか ES335 のイメージってどちらかというとそっちかなって思うんでね、いいんじゃないでしょうか、はい、335もいっぱい
ありますよと。じゃあいよいよ行きましょうかこれですよね、もうバーストのマーフィーラボ。この感じがナイフで切ったような感じとね、もっとちょっと違うわけですよ。わかります？かっこいいですねこれ塗装からして違うらしいですよ。落下の質がパリッといくようになってると、リアルなね、こんな感じのヴィンテージもあるなと思える感触になっております。指板の感じはこんな感じです。まあ、ここはね、計らんだとは言えませんけども、ね、こういうイメージの指板が貼られております、ね、このピックアップがいいんですよね。今のピックアップすごくいい音するんで、多分ね、ポッティングされてないんじゃないかなっていうような鳴り方、カラッとね、パリンとなりますね。こっちチェリー、ね、チェリーもいいですね。これはね、ライトエイジドってやつで、そこまでエイジド処理されてないっていうか、まあ、言うてもね、結構この辺来てますけどね。そうですね、エッジもね、ちょっと使ったらもうここまで行くんじゃないかという感じさえしますけれどもね。で、時代、まあこう、この退色具合であればこのぐらいかなっていう、その合わせ技ですよね。もうピカピカでこう退色してるのもおかしいし、ボロボロで赤が残ってるのもおかしいしね。そこら辺の塩梅が分かりますかそういうことです。で、汚ければ汚いほどね、お値段上がりますよという、そういう不思議な世界。いかがでしょうか皆さん、マーフィーラボ今のうちに。これね、欲しいんですよ、欲しいんですよ。このね、グリーンレモンというか、これゴールデンポッピーバーストってやつですけどね、そういう 割と有名なカラーですね。ちょっとレモン色なんだけど、ちょっと緑がかったような感じ。これもゴールデンポッピー、同じ色ですけれどもちょっと違う。これで悩むわけですね。こっちちょっとダークだなと、こっちちょっと明るいな、全然違いますね。どっちがいいんだろう、どっちなんだいで、さらにこっちはレモンですね。もうもはやね、レモンバースト、はい、これはもうウルトラヘビーですね。ウルトラヘビーエイジド。で、これトム・マーフィーさんがこうペイントしたっていうチェリー、綺麗な色ですね。いや、いいっすね、やっぱりこれ見ながらお酒飲めるし。そうそう、このね、あれ、ビューティー・オブ・ザ・バーストの表紙ですかみたいな感じの色合いですね。はい、エイジド処理もね、いっぱい具合がありまして、この辺はライトエイジね。まあまあ全然、でもこうやっぱり全然ランダムに違いますね。この傷の入り方が、そう、クラックがね、こうもうランダム、人間技じゃないですね。この神のみぞ知る割られ方をするというね、はい、ってなってますね。いやいやいやとね、こういうエイジドは自分でやるんだぞという方はこっちをね選ぶといいんじゃないでしょうか。エイジドが入ってないやつももちろんありますね、はい、だいぶねお安く見えますよね。そうですねだいぶさっきのから来るとね30万ほど変わりますからね、はい、っていうか、こんな色あるんですね今ね。これ何ですかこれ、トランス
なんだ読めない。ジョードジョードちょっと古いやつ。ジオド、トランスジオド。どういう意味なんですか、こっちトランスジオド。ジオードっていう、これ昔作った石の、石とか宝石っていうのがシリーズのうちの一種類で。そうなんですね。確かに石、天然石っぽい感じの、あとはカクテルとかね、お酒のこんな感じの独特ですね。こういうの持ってるとちょっとね、人とは違う、かぶらない感じがあっていいですね。いやね、いろんな発見があります。ここにもモズライトありますね。ね、この年代のモズライトが、はい、欲しいなこれ欲しいな。安いのか高いのかもよくわかんないですよもうフレットはもうペタペタなんで、ちょっとね打ち替えた方がいいのかなみたいなところありますけど、どうなんでしょうか専門家の方。あ、ヘリテージ、夏い、懐かしい。ヘリテージ、ヘリテージ初めて見ました。うん、ヘリテージはもう由緒正しい工場がねありますから、スギブソンのねヴィンテージそのものを作ってた工場、カラマズ工場で作ってるヘリテージ、ね、という感じで、ね、こんな感じになっております。ここにもね、カスタムがありましたね。カスタムが、いやーこの辺めちゃくちゃいいっすね。これじゃないですかやっぱこの70年代のこうまだね3ピース魔法の時代の、これいやかっこよくてね、やっぱハードロック、ハードロックやるんだったらここ持ちたいんだけど、重さがね、まあ、4.5 とか6とかになってきますんで、ちょっとねジムに行かないといけないですまずジム通いしてからのね、あのザックアレドみたいな肉体ゲットしてから行かないといけないですね。この辺ね、重めなんですね。重いですねカスタム、特にこの時代は。さっきのやつ、ジミーページのやつか、これジミーページのやつ、ジミーページの仕様なんですねこれね。あ、うん、そうなんだ。ということで、はい、ということでいかがでしたか。いや、めちゃくちゃ面白かったです。面白かったですね素晴らしいギターがあるここのファイネストギターさん、ぜひ皆さんお越しください。ありがとうございました。